おはようございます。リオです。エアバイクで日本一周の旅の7日目です。本日は2021年1月18日、ただいまの時刻は午前6時2分です。本日は東京都江東区、謎の埋め立て地からのスタートです。1日お休みいただきましたが、こんなところで挫折することはもちろんありません。では本日の経路の確認をしたいと思います。今日はねちょっと忙しくてね、本当に一時的にお休みいただいたと。現在地ここですね。どこに行きたかったかと言いますと、私は、こちら東京ディズニーランドに行きたくてこの辺りを走っているわけです。こっちに行きたいんですね。ただ、前回新木場駅に到着後、私持ち前の方向音痴を発動させまして、真逆へと進んで西の方に来ました。本日は今度こそちゃんと東京ディズニーランド向かいたいと思います。まず私は、東に向かって進んでいかなければいけないので、方向としてはこちらですね。こっちの道に進んでいきたいと思います。はい、では本日もスタートしましょう。いや前回ね、もうディズニーランド到着すると思って進んだんですけど、見事に失敗しましたね。そんな甘いもんではなかったです。なんか川のあたりをね、橋を渡っていくところでね、なんか高速道路に乗るだの下道で行くだのぐちゃぐちゃ言ったら、方向感覚が分からなくなって見事に真逆へと進んできました。今日はもう絶対に迷わない。よし、こっちですね。まあね、ゆっくりやりますよ。この旅は基本的には毎日やるというふうにしているんですが、理由があった場合は休憩もやむなし、昨日みたいにお休みの日があるのもやむなしです。どちらかというとね、休んでもやめないっていうことをね、大事にしたいと思います。これ何かね、毎日目標、毎日何かをやるって目標を立てたときに、一日でもできない日があると、あ、もうできなかったから、いいやとなりがちですが、この旅に関しては、とにかく、一日でも長くやると。挫折しても、その次の日から、挫折とかできない日があっても、その次の日からまた再開するということにします。これね、実際に自転車で日本一周旅行したら、多分それ難しいと思うんですけど、なんか突然休んだりとかね。エアロバイクで室内でやっている私としては、そういったことも可能であると。いいことしかないですね。この辺は工場地帯なんですね。もう走ってる車も大型のトラックばかりで、おそらくですが、私がこの道を実際に用があったことはないのであろうと思われる道です。なぜこんなところにいるかというと、まあ自分のせいなんですけど。だいぶ進んできたので、一回地図を確認しようと思います。右手にはスキヤとセブンイレブンがあるな。出た、駐車場広いセブンイレブン。さて、どうかな。今いる場所は、あ、かなり戻ってきたな。うん。いい感じですね。さっきいたのはこの辺なんで。じゃあこのまま直進していくと、おそらくもうそれ以上直進できない道が出てくるはずなので、そこまで行ったら左折して、ここに、ここちょっ、いや、ごめんなさい、もう次の道を左折します。これでこの道にうまいこと乗ってこう右折できたら、一旦新木場駅方面に向かいますので、次の交差点を左に進みます。OK です。
いや、帰ってきたぞ、センキマキ。そこにね、細かいフェイントというか経路をね、移動させられるのにも慣れていかないといけないな。ここを右へと進みたい。これは大丈夫か、ループしちゃってるかな。あ、いけそうだ。さあどうなる。うん、OK です。右手に見えてるのが新木場駅ですね。ちょっと細かいんですけど、ここでもう一度だけちょっと道を確認させてほしいんですけど、まずこのトラップを抜ける、これが大事。そう、こっち。もう一回だけ地図を確認しますね。多分大丈夫なんですけど。うん、思った通りの方向に進んでるんで、このまま直進します。大丈夫かな、うん、OK ですね。予定した通りに進めています。大丈夫です。いや、ナイスナイス。あ、大丈夫そうっすね。いいね、いい感じだ。そういえばディズニーランド、まあ今向かってるディズニーランドについてなんですけど、もう一個なんかふと思い出したことがありまして、前に以前ディズニーランドの中で働いていたっていう人に会ったことがありまして、その方がなんつったかな、あのアトラクションはジャングルクルーズかな、あのあるじゃないですか、ジャングルの中を船に乗ってこう進んでいくアトラクション、あれになんか何なんだろうな、あれはアテンドしてくれる人がいるじゃないですか、船長さんというか船を操縦しながら案内をしてくれる人、あれの仕事をしていたって人に会ったことがあります。私あれ結構好きなアトラクションなんですけど、現実世界でそこで働いてる人に会ってみたんですが、まあ、テンションがまるっきりあのテンションなんですね。あのまさにあのテンション、おっとカバがみたいなちょっと待ってください、あそこにいるのはゾウだみたいなテンションで普段から喋られていまして、その人はそうですね、大変喋り方が分かりやすい人ではあったんですけど、私は午前中には決して会いたくないと感じるテンションでした。すごかったですよ。まあこの仕事向いてんだろうなっていう、向いてるのか、その仕事をやりすぎてそっちのキャラクターに本来の自分が憑依されてしまったのかちょっとわからないんですが、もうなんか明らかに異質な声質で、まあそういうのやってたんだなっていうのをうなずけるような人でした。ちょっと待ってくださいね、部屋のエアコンを止めます。OK です。室内でやってるのでね、温度も自分の好きな温度に調節できると。これ実際旅行ってたら暑い寒いが大変ですからね、きっと。このまま行くと、羽田空港、あれちょっと待って、大丈夫これ、これなんか前見たよ、え、怖い、嘘、え、なんかこれ前にも見た気がするんだけど、え、大丈夫かな、真逆来ちゃってたら本当にもう今日は悲しい。大丈夫だよね。え、なんで、え、なんでこっち来てんの。え、おかしくない、俺こっち向かってたでしょうか、明らかに。え、なんでこんなことが起こるの。ちょっと待って、進みながら考える。
え、なんでなんでなぜ、え、絶対大丈夫だったはずなのになんでこうなるの。ちょっとショックだよ。ぐるぐるしかも全く同じ道を通っていたのに気がつかなかったんですけど、なんで、あれ、ちょっと待って、今日ほんと頑張ります。でしばらく無言になるかもしれないですけど、ちょっとこれ本当に今日はディズニーランド行かないといけないんで、私は進みます、頑張ります。逆にまた進んで戻ってますけど、方向感覚がちゃんとある人が今の見てたらすごいイライラしたんだろうな。逆、また逆言ってるよ。いいよ、ディズニーの思い出なんか話しなくていいから、ちゃんと進めよって、多分呆れられてたんだと思います。本当にごめんなさい。でも今日はもう絶対諦めない、諦められない。まずここでの確認をしよう。ここまず毎回この辺でなんかおかしな方向に行ってるんだな。明らかにでも方向合ってるの、こっちだ。おかしなことが起こった気がしなくもない。つまりですね、こっちちょっとだけ進む。ここの向きが多分おかしいんだ。今なんか変になった。ここだ。ああ、曲がったぞ。変なとこしちゃった。間違えた。今向きを逆にされたんだ。まあ、当然、マウス操作全くしてなかったんですけど、Google ストリートビューの仕様で今向きを真逆にされちゃってたんだ。ああ、今こっち向かっちゃってるんで。ああ、こういうことか。これをこっち向かわないといけないんだ。なぜそんなことをするんですか。あれ、こっちだったかな。いやー、ちょっと趣味悪いですぜ。Google マップさん、それはよくねえよ。こうね。こっちだ。まあ、左手は多分線路だと思うんですけど、上に映ったやつ。これがこういう向きで見えるのを逐次確認しながら行くことでしょう。あ、これあれか。逆側に来たんだ。車線が逆になってる。あ、なるほどね。これしょうがないですね。使用上も Google ストリートビューではこの道はこの逆走する方向でしか進めないと。だからこうトラックの向きとかが逆になってるじゃないですか。そうか、さっきまでこう同じ方向向かったからなんかこう違和感なく進んでいたのが突然逆側の道に来てるんだ。いや、これはわかんないよ。これ難易度高すぎるでしょ。いやー、時間結構いっちゃったな。いや、やっと越えられそうだ。多分こちら右手はいい景色だと思ったら全然いい景色じゃない。こっちね、こちらの方は東京湾なんでしょうね。ここは荒川の河口なんですね。道路に書いてあるな。
どうしようかな。めちゃめちゃ中途半端なんですけど、ここで終わりにします。時間があれっていうのと、ちょっと景色がいいんで、ディズニーランドはまた次回にお預けということにして、今日はここで終わります。何もなし。ご視聴ありがとうございました。明日こそはディズニーランド行きますので、また明日の19時にお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。